前回のあらすじ、言うわけ。ねえじゃあ。やあやあ皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。ゆっくり散るのだよ。どうもゆっくり早苗です。今日も前回に引き続き気になる路線に乗ってこうと思うよ。ちょっと待て、前回どこで終わったっけ？ここだね。で、今回は？ここ。こいつが今回乗ってく、大阪東線の旧宝寺行きだよ。また国鉄車両じゃないですか。本日2回目の国鉄車両。さっきから気になってたんだが、新大阪の隣の駅が西九条になってるんだが、これは？新大阪を出ると西九条なのは、梅田貨物線っていう大阪駅を通らない貨物線が、西九条まで伸びてるんだけど、西九条から大阪環状線に合流するんで、駅名標にはお隣が西九条って書かれてるわけ。実はこの梅田貨物線の途中に大阪東線の、新の終点、大阪を設置するよ。これで大阪東線が大阪駅まで乗り入れられるよ。今入線してきた黒潮も停車できるようになるのか。今までは全て大阪を通過していましたからね。大阪駅をよく使う人には優しい配慮だね。国鉄車両独特のドア開閉音を立てて出発だね。新大阪を発車だぜ。国鉄車両でよくある発車時にめっちゃ揺れるやつ。この201系は103系を高速化させた車両なんだが、103系よりも早く引退するんだぜ。なんでこっちの方が古くないのに早く引退しちゃうんですか？なんか中途半端に機器の構造が複雑だから、整備コストがかかっちゃって廃止になるケースが多いらしいね。確かに複雑だとめんどくさいもんね。しかも時間かかってデメリットしかないしね。普通列車なのに駅を通過してる？ほんとですね。この東淀川駅は東海道本線の駅に属しているんだが、大阪東線の駅ではないから通過するっていうことだぜ。ただ単に別路線だったからだったんですね。奥から、この後コウノトリとして運用する289系が来たね。今から走るのは2019年に開業した、花店までの区間だぜ。この区間は結構新しめなんだね。その間に様々な乗り換え路線がありますよね。これから走っていく中で紹介していくつもりだよ。南吹田駅に到着だよ。この駅は大阪東線全線開通時と同時に開業した駅で、もともとの仮称は西吹田だったぜ。で、ここの地名が南吹田だからそれに合わせて変えたわけね。この川は神崎川だね。多分南吹田に着く前も渡ったよな。神崎川って結構ぐねってますからね。放送がかかったからもうそろそろで JR 淡路駅だね。まあ名前の通り最近要塞化が進んでる阪急淡路駅と接続している駅だよ。ここで大阪東線の乗り換え駅が出てきたが、実際は何個くらいあるんだ？新大阪、旧宝寺を含めた全14駅中9駅かな。ほとんど乗り換え駅じゃん。どの駅でどの路線に乗り換えられるんですか？新大阪で JR 京都線、新幹線、大阪メトロ御堂筋線。JR 淡路で阪急千里線、京都線。5つ飛ばして次の JR の江で京阪本線。茂野で大阪メトロ、花店で学研都市線。高板中央で大阪メトロ中央線。JR 河内英和で近鉄奈良線。JR 春徳道で近鉄大阪線。旧宝寺で大和路線に接続しているよ。多すぎて情報処理が追いつかないです。東海道新幹線の高架下を通っていくのぜ。あっちで阪急線の要塞化工事が進んでるね。 JR 淡路駅に到着だぜ。阪急との乗り換え駅なのに直通快速は通過しちゃうんだよね。まあこっちは阪急に比べたら利用が少ないですからね。この駅もさっきの南吹田みたいな雰囲気してるね。そもそもホームの構造が同じというのもあるんだぜ。JR 淡路駅を出たらすぐに淀川を渡っていくんだぜ。実はこの大阪東線ってもともと貨物線だったんだよ。へえ、そうだったんだ。それを延伸して新大阪までつなげたのが大阪東線だよ。旧宝寺、花店間もこの区間も同じ感じで開業したんだぜ。淀川を渡り切ったところで城保城北公園通りに到着だよ。なんか名古屋の都市伝説鉄道が出てきた気がするが、あれ都市伝説じゃなくて普通にありますからね。名古屋の大都市の中で電線高架、伏線非電化、一両のディーゼルカー、何がしたいかわからんやつだよな。確かこの駅の駅名の由来は、昔存在した城北村の名前をかたどったらしいですね。
JR の駅に止まって、杉野に到着だぜ。この駅で JR 東西線、学研都市線が合流してくるんだよね。そして奥からも国鉄型201系がすれ違ったね。とことん新車導入の労力を蹴散る尺取りはある意味最強ですね。でも値の方が最強。杉野を出ると学研都市線と並走していく福福線の区間に入るよ。と言っても次の花店までだけどな。しばらく福福線の区間を走って、花店駅に到着だぜ。この駅は大阪東線でもトップ3くらいに入るほど、乗降客数が多いんだよね。まあ、4方向に路線が伸びてる大ジャンクションだからだね。花店駅を発車しましたね。ここからは大阪東線の南側、2008年に開業した区間になってくよ。それでもまあまあ路線の中では新しいんだぜ。ここから先の区間は片町線の支線、上東貨物線だった区間を走行していくよ。この路線は貨物線が消化して旅客路線になった感じですかね。まあ大体そういう感じだぜ。学研都市線は大阪東線をまたいで、松井山手とか住の堂とかの方へ行くんだよね。今すれ違ったのは321系だぜ。たまに321系も大阪東線で運用されますよね。花店を出て高架区間に入った後すぐに高井田中央に到着だよ。これゆっくりの声に出したら毎回高井田になるんだよな。全然難読ってわけでもないのにね。この駅では大阪メトロと接続していますね。この下を走ってるのは東方航路17でお世話になった大阪メトロ中央線だぜ。そっか、ウプ主はこいつ使ってインテックス大阪があるコスモスクエアまで行ったんだったよね。国鉄型が高架区間を爆走してますね。実はこの区間の最高時速は意外にも120キロなんだよね。でも今の速度的にはそんなにかな。メイドイン国鉄のうるさいモーター音が出てるからだいたい90キロは出てるんじゃない。O221 系とのすれ違いだぜ。何種類の列車が使われてるんですかね。今は207系、321系とこの車両とさっきの221系の4種類が走ってるんだぜ。207系と321系以外は見た目バラバラだから結構車両によって格差が生まれてきそう。まあ、実際転換クロスの221以外は全部外れっていう形で、ウプ主とかそういう人たちは捉えそうだけどね。なんか適当な話してたらもう JR 河内平和に着いたね。この駅では近鉄に乗り換えられるんだよね。実は王者近鉄よりもこっちの駅の方が利用客多いんだぜ。そうなのね。あっちから近鉄線の高架が見えてきたら、すぐ JR 俊徳道に到着だぜ。また近鉄線との乗り換え駅ですか？実はここ伏せを挟んで2つとも近鉄との乗り換え駅となってるよ。近鉄大阪線の方でビスタカーが通過しましたね。宇治山田とかそっちら辺に行く特急かな。さあもうそろそろ出新上だぜ。ちなみに JR 長瀬と木摺上来たわ。特に話すことなかったからカットしたわ。 JR 長瀬と木摺上来た。何だね。新上に到着だぜ。この駅はもともと近くにある関西本線上駅の一部で、正式名称が決まった後は新上駅になったんだよ。なんか箇所からしっかりした駅名になったやつ多いね。高架が高くて見えづらいけど、今下に大和路線が通ってるぜ。で、この後旧法寺駅で合流するんですね。ここで、花店からずっと続いてた高架区間が終わったよ。じゃあもうそろそろで旧法寺駅に到着だね。終点の旧法寺駅に到着だぜ。この駅は新大阪の次に大阪東線で利用客が多い駅だね。この後はどの路線に乗るのかな。次は和歌山線ですよね。そうだね。だからこの駅で大和路快速へ乗り換えて王子まで行くぜ。乗り換えできる路線が意外にも多かった。この動画に対する意見はぜひコメント欄に書いてね。このチャンネルでは全てのコメントにいいね、返信ハートマークをつけてます。よかったらコメントしてね。ということで今回の動画はここまでだぜ。ご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録高評価、Twitter のフォローなどもしてくれれば嬉しいよ。それじゃあ次回の動画もゆっくりしていってくれよな。じゃねー。